どうもスカイピースイエイということで今回ですね外に来てるんですけども、はい、今回は2人で牡蠣食べまくっていこうかなと思います。こちら牡蠣のお店なんですけども、なんで牡蠣を食べようと思った、なんで牡蠣を食べようかと思った、いいこと言ってくれました。牡蠣よく当たるって聞くじゃないですか。確かに俺当たったことありますよ。あります。めっちゃ怖いねそれ。めっちゃ怖い。39度の熱出て何も食べれない。生牡蠣食べまくって、はい、腹は壊すのかってなってきた。生牡蠣じゃなくてもいいんですか。いいです。もう俺でもね、まあ正直いいですよ。でも俺は、あ、ジンタは生食べてます。生牡蠣今日半額なんで俺めっちゃくちゃ食べます。マジで本当に今日俺体張ります。いや本当にこれで壊れたらマジ笑えないけど、本当に壊れたらもうそう痛いから、本当に見せ目だけは伏せる。じゃあ生牡蠣食べまくっていきやっしょう。シシオン。じゃあ頼んでいきましょう。すごいよ、いろんなある。なんか生牡蠣が1番から6番まであるんだけど、濃さがね、どんどん濃くなってきて、もうとりあえず全部食べる。お、いいじゃん。食べ比べできるよ。めっちゃうまそうなのかっていうか、え、1個の180円。1個の180円。え、ちょっと俺めっちゃ頼んでいい、この辺。いいんじゃん。どんな顔やの。揚げ物もある。すいません。ウニとローストビーフのオイスターカクテルと、もう完全に俺この口でした。この口アヒージョしたら大丈夫。グランドメニューじゃないから。あ、こっちの方がいい。今は大丈夫やね。こんなに俺牡蠣を食べる日が来るとは思わんかったよ。シシいただきます。いただきます。おー、すごい。これじゃこのちっちゃいの食べてみる。おちびちゃん、うまっ。じゃあまずね、カキフライ。え、ぎっしりよ。うまっ。味の違いがよく一番濃いのかな。7番一番濃い。一番濃い違いはわかんない。わかんない。しょうがない、俺が言ってやるよ。赤字で食うんじゃないよ、一番と7番に。あげーシシポン。ガーニバル。おいしい。もうお腹痛いもん。うまい。でもさ、みんな食を食べてポッ。やばいやばい。すごい。あれやばいよ。うまい肉食べてる。そう。アヒージョあっちいよ。あ、また来ました。すごい。なんか食べまくりますよ、俺は。見てるだけでお腹痛くなってきますよ。ありがとうございます。すいません。氷？これ氷じゃない、冷たくない。氷でしょ。あ、塩い。塩だ。もったいない。こんな使う塩はこんなに。いや、食べていいでしょ。ダメだよ。うわ、もう腹壊したわ、絶対。カキじゃねえか。シシ。あの、でもこれでお腹の当たったら、うん、いい経験。多分カキ食べなくなる。俺よく食べたよ。でも俺もなんだか知んないけど、カキってさ、なんか危ないんだろうなって、迷惑かけちゃうなって。いやでも美味しそうっすよね。シュルン。でも、やった方が美味しい。そうなの。なんか生牡蠣頑張るの。そうよ、体張ってるんだよ。そういうことよ。頑張ってんだよ、ものすごい。うん、うん、いくらいくら怖いよ。すんごい早い。あれ全部ジンタのおごりだ。シシハヒハ。あ、
でも元々塩ってこんな感じなんじゃない？ああ、そう、岩から、ね、ラジオとかシッシッ。多分ね、俺飽きてきた。俺まだそんな食ってないから。あるか。シッシッ。美味しいな。でも壊れてもいいやって思い始めてきた。俺らもしかそういう曲作りたいね。ああ、分かんない。食べないの？一つずつ食べよう。うん。なんか。うん。何回目？何回目？めっちゃ食べないね。めっちゃなく食うよ。てか、近く食べに来て遊び。かもなく。なんか、当てはめていこう。お互いのマイナス点。俺マイナス点。いっぱい食べちゃう。全然食べれない。ひとえ。ああ。脂っこい顔が。結構いったね、それ。そう。シッシッ。もうお腹いっぱいだよ。でもこんなかけてきた人生初。ありがとうございます。うわ。デザートみたいな。食べてまーす。ありがとうございます。おいしそう。この台もなんかトマトソースですか。出た瞬間。シシ冬の旬の野菜って言ったら野菜の旬なんてあんの？大体全部夏じゃない？そうなの？冷やしトマト食える人生でありたかったから。うん、ほらないそんなとこない。俺本当に多分15個ぐらいしか食べてない。ほら3、40個ぐらい食べた。え、お腹いっぱいなの？無理しないだけでしょ。お腹いっぱいだね。腹8分目で終わってんじゃん。腹8分目で終わらせるね、人間が。苦しみたくないでしょ、食べるもん。うん、動画の話見せてやってよ。テレビ来ないじゃん。俺はもう動画魂が常に備わってるから。いや俺も出てるよ。動画魂出てる。すぐに出て伸ばしてる。でも食べるに関しては出ない。シッシッ。ていうか箸の持ち方汚くなっちゃう。嘘、たまたまか。こんなんだ。本気。本当じゃない。でも、時だって命だからね。一人分で多いって感じで。一人っていう風に一つにした方がいい。食べた。これだけ食べてみた。気持ち悪くなりますね。シンプルに食いつきで腹壊す。暴飲暴食のままだ。あ、死んでるやん、お前。頑張れ。水飲む。村はもうないやん。それならないで諦めて持ったときですぜ。いただきます。達成ではないのに。お腹痛くなるかって動画だ。食べたじゃない。最後まで見てくれてありがとう。生ガキ食べまくっちゃって普通に食べてきたのでお腹が普通に心配してます。お腹を下したかどうかは一番最後の動画を見てね。明日のスカイピースは祝スカイピースビキに乗りました。それではトリックにピース。というわけでジンタンがね牡蠣を食べてきた帰りなんですよ今。したらねジンタンがね帰ってきてからね 4,5 回うんちしてるんで、今はもううんちタウンなんで突入しましょう。いや空いてるのね。危ねえ、ギリ映ってない。ギリ頼むよ。え、でもあれだよね、食あたりだよね。え、食あたりだよね。ちょろちょろはうんちの音。え、これ違う。え、でもやばい、そんな感じだ。本当にそれ何？これはオシェル。あ、オシェルとか。で、今から出すの、いくよ。いくよ。完全下痢やん。さっきすごかったよ、しょんべん。シャーって。お尻から。多分みんなパニックよ。俺しか分かってないよ、それ。さっきやばかったよ、しょんべん。ケツの穴からシャーってってやばいよ、それ。ちゃんと説明しないと。女性だ。女性だ。もう全然やかんでしょ。え、オシェルトって最後の1回じゃないの？違うの？違うの？しないんですね、僕。最後だけやん。最後もしないよ。
あ、もう一切しないの。ウォシュレットは一番最初にまずあったかいの出す前にね、あったかいの使って、うん、お腹のお尻の穴を刺激して優しくして、うん、でそこから出てで、ここにかってたらもう一回やって刺激してでまた出してで最後にあったかいのでお尻の穴を洗ってで最後に冷水でケツの穴を引き締めるんだよ。引き締める一番最後にかんだかっこいい感じ引き締めるんだよ。そうなんですよ。すごい、それは初めて。だからさ、あれ選べんじゃん、うんうんうん、水とかすら引き締めるだ引き締める。噛みすぎでも本当に痛い。でもこれはね、食中毒の痛さじゃなくて食べ過ぎの痛さだから。食べ過ぎだね。これは大丈夫。いや本当食中毒なんてそんな体勢でいられない。シッシッ。どう、でもこれからかもしれないからね。そうね、今夜の可能性もあるしね、うん、だからまだ油断はできないけど7時になる。でも怖いよね、ちょっと怖いね。まあでもね、今後も牡蠣が美味しく食べれるようにここは俺背負いますよ、全国の牡蠣ファン。そうね、これで人体痛くなっちゃったらみんな牡蠣食うの怖くなっちゃうから。結構影響ありますから、スカイピース30万人も見てますからそうよ、100万人登録者数いて牡蠣払いたいの証明させちゃったらもうあの市場から大苦情、市場から大苦情来るんだ俺ね、になってますから日本の市場。うわお。なんで負けるわけにはいかないです、頑張ります。引き続きよろしくお願いします。お願いします。シッシッ。